いらっしゃいませ。昨日ね、ちょっとうちの孫が来ていたずらばっか。はい。はい、どうも。ちょっと気持ちが悪いですかね。硬すぎますね。いやいや、そうじゃなくて髪の感じが、ロッドで巻いた方がさっきのようなスタイルができるんですよ。長めで。ちょっとこれだとこういうふうな可愛い感じにこうアイロンだとその方ができるし、前にしてもあの密度がちょっと、あ、そうですね。そうですよね。巻いてしますか。巻いたりしたかな。いつ持ちます、長く。あ、本当ですか。あ、でも大丈夫。アイロンパーマー、あ、痛いので、はい。あ、そう、はい。なるべく きつくこう巻かないと、今日はそれでかけたら洗わないでください。かけたことはあります？アイロンパーマ初めてです。
Thank you.
遅くて15分か20分ぐらいで、すぐ操作できるんですよ。コールドの場合は巻いて15分置いて2匹かけてまた15分、だから時間すごくかかる。ただし髪の毛の質によってはこれでアイロンパーマではできない。なるほど、大丈夫です。大丈夫。髪の毛が硬い方がかかりやすいんですか？いや、あの、関係ないです。あ、関係ないです。柔らかくても。全くここ36年で、全くかからない人が2人いました。あ、そう。どんなことしてもかからないです。力入れてやっても。ここからここまでかけてくるときに、ここかけてるとこっちが全部起き上がってきちゃう。どこ行ってもそうなの。最初に言ってよみたいな。そういう人はうちだけじゃないんだから。何とか2日間かけてやったけどダメでした。はい、諦めて。あともうすりの人はロットで巻いてもダメでしたね。
Thank you.
スイッチ持ちます。はい、ありがとうございます。これで10本は持たなくていいと思いますけど、どうぞあちらで。雨すごいですね。いや台風ですよこれ。いや待ってる間にあの一度ゴルゴさんに本なんかもあったんですよ。でこの前はあの野田クリスタルが後ろからトントンで叩いたお客さんが、誰か後ろの覗いてるよって言ったら、ガラス越しに覗いて、中入ってもいいですかって言ったら、いいですよって言ったら、私が一瞬戸惑って、テレビ出てる人だっていう。でここに2人若い子がいたんですよ。野田クリステルがいたんですか。来てくれたんですか。来たんですよ。それをさしたら、なんで天心の写真があるんですか。あーなるほど。始まったんですよ。格闘技好きです。でうちの孫なんです。そんな本探しやってるとこじゃねえよ。大変なことになってるって言ったら、どうしたんですか。いや、そのゴルゴと古い徳屋さんなら絶対あると思って探しに来たんです。ゴルゴの、あ、なるほど、漫画を探してる。探してたら、テレビ番組。そう。それの方が先だ。これで流しますね。はい。やっぱり下町ですから、うん、今このアイロンかけられる人、かけられる人が少なくなってきてるんですよ。私はそれが大好きで始まりましたから、うんうんうん、結構今もなんか相当上らしいですよ、星いくつっていうと。はい、あのアイロンパーマの評価がいいと思います。そう、まあアイロンパーマかパンチパーマ、はい、お疲れ様です。最近はあの天心のおばあちゃんということで、うん、私の方が偉いのにね。一体きれいにしまいました。もうカット、おひげ剃っただけで相当変わったんじゃないかと思います。変わりましたね。失敗しました。アイドルになっちゃいます。薬事法に引っかかったら困ってくる。あ、量産はできない。そう、頼まれてはいるけど、変な香水つけるよりこれをつけた方が嫌な匂いしない。嫌な匂いしない。みんなが好きな。そう、なんか、なんだろうっていう。はい、それをうまく利用して、うんうん、
言えるようになってます。分かります。はい。で、この着せ方は洗った時に取れたような気になります。うん、コールドパーマと違って、うんうん、洗ったらこういうふうになって、少しドライヤーかけたり、水出しをかけなくていいんですけど、うんうん、してると形が出てくる。あ、そうなんですね。そう。その長さだと意外とこう強くドライヤーでかけて、うんうん、やると形が出ます。うん、はい。楽です。うん、セットが楽。いやー、もう全然楽です。
私はロックランの期間が長かったから生徒さんもいたんですよ、何人か。あ、そうなんです。このアイロンのし、はい、コロナでやっぱり遠くからね来たりするんで書き方だけ教えて、形までは教えられないですよね、その人のセンスがあるから、書き方こういうふうに書ければできるよっていうのだけは私教えてます。お問い合わせが来るんですか。はい、来ます。ああ、そうなの。書き方教えてくださいって、はいはい、すごいですね。パンチパーマとか、もうできる人少ないですもんね。はい、そうですね。本当に、うん、できるって言ってやってもらうとかかってないとか、洗ってきれいに取れちゃって、うんうんうん、かからなくとか。職人の技ですね。そうですね、はい、うん、だと思います。職人です。うんうん、若いのに職人なんて言葉をよくご存知。あ、すいません。そうです。うちに3年間修行に来てた子は、職人っては言わないです。今は。スタイリストって言うんですか。いや、うちにいる時だけは職人って言って。ああ、そうなんです。だって職人ですもんね。うんうん、で自分が独立した時には、私は、僕はスタイリストですってお客さんに言った方がいいよ。うんうんうん、そんなには取れないと思います。あ、わかりました。毛先もしっかりして。ありがとうございます。かけたから。はい、
お願いします。はい、ありがとうございます。洗った時に、はい、こう手でタオルで拭き取るぐらいで大丈夫です。このウェーブは細くなります。もうちょっと大きく、はい、広くなっていきますが大丈夫です。なるほど、はい、このまんまの状態じゃなくてふわっとした感じ。ただ今日は洗わないです。わかりました。かけたばっかりだから、大きいウェーブだから結構取れやすいって、はい、すごい楽です。楽っていうのは かけやすいと、なんていうの、セットも、あ、なるほどなるほど、それで頭ふわふわっとしてて、下がります。うん、腰は下がります。あとはワックスつけて後ろにこう持っていくようにして手だけでも大丈夫です。これ、こうも使わなくて、何も使わなくて大丈夫です。はい。スプレーもありますよ、茶のスプレーが。大丈夫かな。あ、大丈夫です。茶のスプレー。
何でもうちあるんです。ブルーでも。ああ。っていうのは、あの小さい子が天心の頭をやりに。へえ。やりたいんですよ。なるほど。だけど染められないじゃないですか。はいはい、だからカラースプレーで。へえ。いいですね。結構多いんですか。多いですね。へえ。本当は七五三。七五三の時とか。へえ。でもいいですよね。あのこうところどころ。ああ。いいっすね。うん、確かに。全然違う。雰囲気変わります。うん、変わります。ありがとうございます。いい感じです。いや結構がっつり買っていただいて。あ、ありがとうございます。うん、取ったら。あの洗ったら一度洗ったら 弱くなりますから、それでドライヤーで強く当てると、はい、あの戻ります。茶のスプレーかけてみますか。薄く。あ、じゃあお願いします。アイドルになっちゃったんで。夏川天心風で嘘嘘そう言ったら茶がないですか。シルバーになっちゃったと思う。あれあるはずの茶というか、シルバーもあるんですよ。シルバーのも綺麗に違う。シルバーちょっと恥ずかしいかもしれない。恥ずかしい。オレンジがいいから。あ、茶ですね。こっちの茶です。ありますよ。オレンジでやると、飾らせていただくと思って。あ、本当ですか。光栄です。あの前にやった人飾っといてください。僕ここしょっちゅう通るんです。うん、多いっすね。ちょい悪っす。
いますね、ちょい悪親父ってね。ちょい悪親父目指して。あ、いいっすね、ちょいブラウン塗りで。おお、ありがとうございます。いや、全く別な人になります。そうっすね、撮るときは私のこれガラケーのスマート。ガラケーなんですか。はい、スマガラケーのスマート。あ、いい感じです。ありがとうございます。いいと思いますね、すごく。いや、僕も気に入りました。初めてです、ね。